い、というわけでどうもこんばんは。前回はですね、うんこするとこから肥やしを無事に手に入れたカズさんでございます。あ、待って、これトマトじゃね、トマトできてる、トマト、え、ちょっとトマト食べてみるか。これいくよ、うまっ。意外に回復しないな。まあ、というわけで、本日はですね、とにかく種を集めるのが大変らしいんだけども、まあ、あんまり種買ってないし、私自身。ほんで、まだまだこっちの方にね、種があるということで、うん、お、また尻が多いの。ほら、ほら。あ、今多分即死だね。まあ、とりあえずびっくりマークついてんな。何があるんだろう、上の方。おお、人間の声はちょうどいいところに来てくれた。我々、リリパッド族。こいつ結構攻撃してくるんだけど、こうやって喋れるやつもいいんだよな。仲間が半億に寝返って、この森まで破壊し、あ、そっか。わかったわかったわかった。あいつは悪い奴らなんだな。倒してやるわ。紫のやつを10匹。オッケー、成仏物件。いた。悪い奴ら。ほら、ほら、ほら。よし、これで。よし、10匹。よしよし、とりあえず10体成仏させました。私がビルダーであろう。あ、これ種かな？おお、どんぐり。え、木を生やすことができるの？どんぐりで。あ、ありがとうございます。こっちの方で、あ、ここ？はい。かぼちゃ。おや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 、なんだこれ、そこに誰かいるのか。なんだろう、お、お化けさんだ。なんだ君は、もしかしてかぼちゃの種の育て方を知ってんの。おお、なるほど。あ、こいついいやつじゃん。もんじゅくん、無理じゃないで、あの教会も正しき姿に戻せるはず。嫌な予感。直せと。ではでは、まあまあボロボロだけどね、これ。どうも。半後教団によってまがまがしく変えられてしまった。これ全部直せっていうの。祭壇に作りかけ、あ、祭壇だけでいいの。オッケー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 、分かった、やってるわ。おお、いつもの得意なやつね。あんまり置かなくていいんだね。オッケーオッケー、やってみましょうか。これだな、移動させるべきは。よいしょ。これを、よいしょ。これを、よいしょ。これも違うのか。で、この赤いやつがいいのか。よいしょ。古びた本。あとこれもか。成仏、成仏、成仏。はい。ろうそく、ろうそく。あ、オッケー、できたー。さっきのデーモン感薄れたわ。なになに、またお願いがあんのお前。ありがとう、礼を言うぞ。ところで、目つきの耳の止まったそこの君、君は一体何者かね。破壊の力を感じるが。あ、やっぱり、うん、絶対ボスでしょ。指導はこれ、身内がボスっていうね、そういうのあるでしょ絶対。お礼としてこれを受け取ってくれ。種、お、ありがとうございます。下には倉庫があって、お、作物の種がいっぱいある。床を壊すと地下倉庫に行けるはずだ。いや、地下の倉庫って、あ、ここか。えい、えい。あ、びっくりしたー。あ、ネズミすらいるわ、ネズミすら。はい。はい。あ、めっちゃいいね。よし、一回開けた宝箱もしっかり成仏物件だから。よいしょー。これでね、開けた開けてないが分かりやすくなる。一旦村に戻るか。よいしょ。うえい、ただいま。おお、喜んでる、めっちゃ喜んでるわ、これ。めっちゃハート出たわ。すごいよ。ちょっと見てみよっか、トイレ。受け取る。うーわ、中和。うーわ、やだな。な、トマト畑を作りたいので、これ支柱だね。30本は必要。30本は必要。ここら辺に作るか、あんなら。えい、さあさあ畑にしましょう、畑に。ここはね、トマトの育てる場所になるよ。え、これでみんなトマトやってくれるの。これ集まってきたよ、みんなが。これ横に置いとけばいいのかな。この中にトマトの種をしまいます。で、これは自分でさすがにやらないといけないか。みんな働き始めた。マジかマジかマジか。
マジかマジか、やり始めたやり始めた。おお、すげえ便利。マジか、どんどん増えてってるぞこれ。まだまだ必要だから、ここ成仏。ではですね、ちょっと拡張いたします。よいしょ。めちゃめちゃ拡張したでしょ。キビを植えてくださいと。あ、次はかぼちゃの種の植え方なんだけど、これどうすればいいんだろう。あ、そのまま植えれば育つのこれ。ここをかぼちゃ畑にしよっか。まあとりあえず植えろとね。あと20個植えればクリアじゃね。いや余裕で足りるよこれ。はいはいはい。お、たくさんの野菜。あら、250になった。うきゃー、やりました。大樹からものすごい力を感じます。いやこれ意外と余裕だった。みんな種足りない足りないなんか悩んでたみたいなんだけどさ、いやめちゃめちゃ余裕でしたよこれ。お、多分みんな狩りすぎたんですね。これ狩りすぎると種なくなっちゃうんですよこれ。うん、あ、でっかいのできたなこれ。お疲れ様でございます。お疲れっす。次が収穫祭ですかこれ。収穫祭、ちょっとみんなのね願い事を叶えて。何ですかそこで。なのですが、なんだろう、祭りの旗を作って村中を飾っていただきたい。オッケーオッケー。祭りの旗を30個。多いな。作るか。はいはい、30個と。では飾ってきます。こんなんでもいいんだ。じゃあこの家だけ飾ってやろう。これこの家だけ飾ってやろう。なんかこれ飾り方なんか違う気がする。ありがとうございます。いやどんどんにぎやかになってきましたね。ほんで次は何だい、お嬢さんリズ。若い子が頑張る時だと。ほんで自立した自分専用の部屋来たな。ここにしよう。よいしょ。室内に壁掛け置くんだったっけこれ。えい、リズだったっけな。はい、リズの部屋と。リズの部屋完成。あと必要なのがベッドと松明と丸太の椅子なんか適当になる。ここでいいの。だいぶ簡易的だな。いや喜んでくれるならそんで OK。次はかぼちゃを作った飾り。ああなるほどね。かぼちゃのランタン、あ、いいね、いいね。はい、ありがとうございます。そろそろ開くか。はい、みんな便所待ちしてる。あ、なんか申し訳ないですけどいいですか今ここで。はい。なんか申し訳ない。はい、収穫祭開きましょう。いえいえ。人々は茶子の一言で道具を持ち寄り収穫祭の準備を整えた。どうなんのこれ、ボスとか出てくる。そっちかい。あ、もしかして、あ、うちもだこれ。作物を刈り取ってください。私、かかしがある畑の作物を収穫します。それ以外はカズさんさんにお願いします。あ、一斉に収穫開始だよ。働くねみんな、働くね。これが収穫祭か、すごいみんな。みんなすごい。はい、回収ありがとうございますと。みんなお疲れ様ですと。あ、やってたやって、来た来た来た、ゴーストさん。はい、仲間になりましょう。ゴーストさんもありがとうございます。あと司祭様マギエルさん。もうこれで終わりでよろしいですかね。ボス出てこなかったな今回。うん、絶対お前村長になるだろうこれ。マギエルさん、お前ビルダーになろう。なんならお前の島で共に物を作る。お前も来るんかい。いや収穫終わりましたねと。お前ね、思い残すことないですか。はい、得意ないです。マギエル、あ、やってきたかもしれませんねこれ。出てきた。
出てきやがったわ。やっべ、大ボス来た。でっかっ。後ろに。まずい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 。まずい。ん？どうすんだ、マギル。いや、嫌です。ああ、よくぞ言った。よくぞ言った、マギル。一瞬行こう。あっ！マギルおお、お前。ちょ、お前、成仏だからな。なんてことを、なんてことを。やるか。はい、俺こんな気持ちになるのは初めてだ。最高。おーい、今即死きたね。即死決まったね、こいつにも。お、結構即死が効いてる。モンスターをやっつけた。あいつ大丈夫かな。クリアはできたけど、まだ倒れてんだけど。ほら、マギルのやつ。いや、助けたんよ。え、ここまでのようだって。ちょっとマジで、マジでマギル。ちょっとお前、サズケな、何をくれんの。セノマントや。あ、成仏した。本当にマギルさん、なんだ、行ってほしいとこどこだろう。マギルさんに聞いてしまった。かつて大樹が今もこの島のとこに残ってると。あ、そうなの。どこ。大農園の道その3。やれ、まだ続くのかなこれ。陸地の離れ小島にある。オッケーオッケー、行ったるやないか。湿地帯の端っこね。東に抜けた岬、任せなさい。あった、目的地。もう分かりやすく目印ついてるわ、これ。あっこね。恵みはモンゾーラの希望、最後の希望を見そぎり先の地。行きます。オッケー、空中で。ちゃんと A ボタン押さないとやべえかな。ほんなら、行ってみます。はい。はい。あ、プレ。今、マント開くの遅れてたし。プレ、はいはい。貴様らは人間。おお、なんだと。これ戦いだな。はい、襲ってきた。よし、成仏だ。お前たちは。はい、なんかすごい力がモヤモヤしてるところがあるんだけど、なんだあれは。あの小汚い言葉悪いわ、小汚いって。どれどれ、調べます。何でしょうこれ。てん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 、誰です。私に関係だって語りかけてるの。私はかつて大樹だったものです。仲間と共にあなた大樹を作りたい。まあ、さっさとやってくれよ。あなたの私を破壊しなさい。お、あなたの杖の朽ちた黒い剣、かつての大樹です。すべて剥ぎ取って、そして私のもとに持ってく。何、金色の樹皮って何。あ、あれか、これのことだろう。はい、あ、ほんで全部集まったんじゃね。はい、成仏したよ。わずかに燃えて私も完全に壊れることができましょう。新たな大樹を作れるかもしれません。ありがとう、私を壊してくれて。あ、成仏した。お、なんだ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 、何をひらめいたんだ。お、よっ、おお、うわー、うわー、立派なのきたー。よーし、こんぐらいで終わるぞ今日は。多分この白いところがそうだと思うんだ。あと村人がやってくれるのかな。こんなもん超楽なんですけど。そうしたら建築、はい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 。あ、今度 OK？ お、置いてくれたのだなと。四つが見てきます。自分で作ろうと思ったの初めてです。お、いけんのみんなこれ。設計図素材はお主の建築を手伝うことができる。住人が設計図を組み立てれるようになった。マジマジこれ超こんな楽なことないでしょ。
いや、とりあえず本日はこんな感じで終わりますかね。いや、まだまだモンゾーラン奥が深いようですね。まあでも次こそ行けるんじゃないでしょうか。あ、気持ちいいよこれ。いや、またね、なんかマイクラとは違った楽しみ方もあんなこれ超楽しい。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイ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 キン。